どうもお疲れ様です。即価値観の久保です、えー。今回はですね、ビジネスを志して、まあ、パソコンとかスマホに取り組んでですね、いろんな活動をしているんだけども、稼げない。いや、稼げないばかりか、お金がどんどん減るやないかっていうね、そんなあなたに向けたメッセージになります。ビジネスをする上でね、投資っていうのは必要になってきます。しかしそれはちょっと古い概念なんですよ。特にビジネスをする際にお金をかけなければならないっていうのは、非常にね、私間違ってると思いますね。 あのゼロでは確かにねダメだと思うんですよただ何ヶ月かけてもお金は出ていくんだけども全然儲からないなっていうところに早く気づいてもらいたいと思うんですよビジネスをしていきますよっていうふうに宣言するといろんなところから声がかかってちょっとね右頂点になる気持ちはあります特にお金を稼いでると思われてる人からいろんな声がかかってねいろんなお誘いにどんどん乗っていくことがあると思うんですよでそのたんびに支払いが出ていくっていうのはちょっと気をつけないといけないと思うんですよねつまりは かもられてるだけにななっちゃダメなんですよ、ね、あのビジネスをする人ってどんんななななな時ででももお金ににらいないかなっていう,ふうに考えるべきものなんですよね無償で何かをやってあげようって思うとビジネスにならないわけじゃないですかそれだったら無償で何かをやる間にお金が払える人に何かをやってあげた方が自分の得にもなるしそれからお金を払ってまで学びたいっていう人の役にも立つことができるんで、まあ、最も望める形なんですよね。 ただし、お金を払わない人に一生懸命尽くす姿を他の人にお見せすることによって、まあ様々な演出は考えられるんですよ。しかし、じゃあですね、お金を全く払ってない人に何かをやることで、全く効果を生まなかったらどうするんだってこともありますんでね。まあ、この辺はちょっと考えをもうちょっと深くしないといけないところだと思いますけども、まあ、私がね、あの今回言いたいのは、ここまでの話をもう一回ね、整理しますと、 お金を稼ぐつもりなのになぜか出費だけが膨らんでいるっていう状態は気をつけないといけないですよってことなんですよ気が付いたら複数のなんか塾やコンテンツを買う側に回っていてはいつまでたっても稼げないわけですよ早く売ってかないといけないんですよね買うこと契約することは簡単にできますだってお金を払う側ですから大事なのはお金をもらう側に回らないといけないんですよじゃあお金をもらう側に回る時にどうすればいいかっていうと誰にあなたは今日セールスをしたんですかってことなんですよ 逆に今日あなたはセールスを受けてますよねってことになったらダメなんですよ。ねそこに気がついていただいて、自分がね、ただ単にいろんな人に声をかけられて、あれなんか財布の紐緩んでるじゃないかみたいになってはいけないんですよ。特に何かをしたいっていう人はそのためにお金を払うことが自分に対してのね、まあ、あの、本当にこう口実になるわけなんですよ。でも今の時代ね、 お金を全く使わずにに稼ぐようになることは可能なんですよで。お金がある人はお金を払って稼げるようになった方がいいと思いますけどもお金がない人が稼げもしないのに支払いばっかり増えていく形に自分が陥ってないだろうかどうだろうかってことをちょっと考えてもらいたいっていうのがここまでの動画の趣旨ですねそれからねお金を払わなくてはいけない場合そのお金を払うペースが自分に適正なものかどうかを測る方法がありますそれはですね 1>, 1ヶ月に1000円の何らかのランニングコストをビジネスに払ってる場合、1000円以上の売り上げを上げたかどうかっていう、ただこれだけなんですよ。ね。それができてない以上は、払ったお金が回収できていないんで、マイナスが続いているというふうに解釈しなければなりませんね。そうなってくると、少なくともマイナスの間は、他のものをプラスアルファで買ってはならないっていうふうに判断が簡単になると思います。ね。えー、私の速化塾ではですね、 どうしても支払いができない方に対して、例えば、月額1000円でいいですかって方も今まで何人もいらっしゃったんですよ。そうなると私はその方に対して、1000円を即可時給の費用として受け取ってるわけですから、1000円以上稼がせる。私は義務が発生してると思いますし、実際にそうしてます。1000円以上稼がしてるんですよ。ただし、その稼ぐ方法を継続するかどうかについては、私の責任は徐々に離れ,離れていきますよね。もうだって他にお伝えすることはないわけですから。 例えば最近でしたら、第一生命のネオバンクっていうアプリがありまして、これね、1件紹介すると1,500円入るわけですよ。となると、毎月1,000円もらってる方に対して、それを1ヶ月に1件決めれば、あなたは500円の浮きですよっていうふうになるわけじゃないですか。そうなると、最低限私の,あの義務っていうのは果たせてると思いますし、その人は1,000円払うけど1,500円入るから、プラス500円の黒字になるわけですよね。ビジネスが成立してるわけなんですよ。 でもそこに加えてプラスアルファで他の商品を買ったりね、他の何か有料のコンテンツを買ってみたりとか、参加してみたりとかってしちゃうと、そっか塾でせっかく500円の浮きになったのに、結局はマイナスになっちゃって、えー、まあ、それじゃあね、やっぱこうビジネスにはなっていかないんですよね。あとはね、いつまでにマイナスを取り戻すのかっていう計画がちゃんとできればいいと思います。えー、例えばね、妄想でも何でもなくって、毎月3万円使ってますと。 うん、で稼いでる金額は5000円ですとマイナス2万5000の赤字が続いてますしかしこれは半年後に30万稼ぐ目録があるんで目算があるんで大丈夫なんですよってことだったらこれはねビジネスに向かってるとも言えます結果的にビジネスがそれがね結果が出てプラスになるかマイナスになるかはその時にならないと分かりませんけども少なくとも計画ができていて見込みがあるんだったらそれは最低限ね追っかけていくべきだと思いますけどもでも じゃあね、一年後にね、一億円稼ぎますってのは、これは無理ですよ、やっぱり。ね、これは不可能です。あの、やりたいって意欲は私は買いたいと思いますけども、でも現実見て、一億円稼ごうと思ったら、一億円の利益を出す商品を誰が買ってくれるんですかってことが、今の時点で、目算がついてないといけないんですよね。それはね、十ヶ月後にいきなりあられるってことはないんですよ。あの、即可塾っていう、この私のコンテンツでも、即可塾に入塾するために、 あの半年間動画を見てましたとかね3年前から見てましたって人がやっと契約してくれるんですよねでそれをひるがえってみると出会った人がいきなりじゃあね10万の利益をもたらすものを買ってくれますかとかね1万の利益をもたらすものを買ってくれますかつっ,ったらこれはねなかなかないと思いますんでねうんやっぱりこう500円のものだって買うのを躊躇するわけでしょ、ね、コンビニとかスーパーに行ってお弁当がありますと680円ですと4キュッパーもあります相当悩むでしょううん だからそのぐらいお金を使うってことは本来悩ましいものではあるんですよ。でその悩みを解決するための商品には人はお金を払うってことなんでね、うん、だからこの辺ちょっとねあんまりはや長く跳ねすぎるとぐちゃぐちゃすると思いますけどもきちんと自分のビ今のビジネスの立ち位置がまっすぐ進んでるのかどうかってことね自分でも見直していただきたいですしそれから自分に信頼できる人がいるとしたらねそれでいいのかどうかはね客観的に見てもらった方がいいです。 あの少なくとも毎月払ってるね、ビジネスに払ってる金額以上の売り上げが立っていないんだったら、それはね、やりすぎだってことなんですよ。うん。それがね、例えば毎月毎月30万のランニングコストがかかってますと。それに対して売り上げは15万ですって言ったら、どう考えてもその店潰れるじゃないですか。ね、私があの昔マージャン店でやってしまったことですよ。でも今はこう考えてるんですよ。あの、毎月のランニングコストはほとんどゼロですと。だから売り上げが立たなくてもマイナスにはならないと。 でも、売り上げは、あの、立てられるわけですよね。あらゆる方向で、今うん。だからね、ランニングコストがねあの、毎月100万までだったら私はビビんないですね。うん。100万以上の売り上げは立てると思いますので。あとは、売り上げが立たなかった場合でも、その、ストックがありますからね。余力が。うん。預貯金ってやつがね。うん。だから、尻に火がつかないっていうところもあります。うん。まあ、そういうのを考えながら、自分の、 ビジネスが本当にビジネスになってるのかそれともビジネスをやってるだけで実はねビジネスのネタにされてるだけなんじゃないだろうかってことは慎重に足元を見た方がいいかなっていうことこですねはいちょっと説教じみたことになると思いますけどもあ自分のこと言われてると思った方はねもう一度自分の立ち位置を確かめていただければと思いますそしてできればね諦めずにこんなことを言ったあとであれですけどもね物を売るってこと誰かの問題解決をすることそれだけをひたすら見つめてやっていただきたいと思いますねそれでは